体重移動も乗ってるなっていう感じの対処力になったので。ショックです。今回ですね、また対面セッション企画というところで、今回は、社会人の野球をされている方にお越しいただきました。で、まずですね、せっかくお越しいただいてますので、今の現状の悩みであったり、気になることっていうのを、まずはちょっとお伺いしていきたいと思います。で、今ちょっと投げてて、気になるところとか、はい、もしあればお伺いしたいんですけども。試合で、ピッチャーとかで出てる時に、球数が増えていくことに肩が痛くなってくるので、そこら辺を改善していくかなと思います。投球動作の中では体重移動とかそういうところはどうですか？体重移動も少しちょっと乗れてない感じもするので、そこら辺も一緒に改善できていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ということで、投げてる時の肩の違和感であったり、それから体重移動というところが、少し気になるというところなので、今回は、その気になるところに対してセッションの前後で、どういった変化があるかというのを見ていきたいと思います。それではいきます。はい、ということで実際に投げていただいたんですけども、今、投げた状態で投げた感覚とか、改めてどんな感じですか？改めてやっぱ肩に違和感があって、やっぱ体重も乗れてないなとは思ってます。ということなので、これもですね、実際にセッションをした中で、どういう変化があるかっていうのを、見ていきたいと思います。それではいきましょう。今からですね、実際にセッションをしていくということなんですけども、さっき投げてる状態でもですね、やっぱりテイクバックから、トップを作って、そこから回転していくときに、肩周りの動きであったりとか、肋骨周りの動き、それから、股関節周りの動きっていうところが非常に気にはなったので、そういったところを、今からちょっと見ていこうかなと思います。で、まずちょっと、万歳。はい、ちょっと。今これ、それです。わかりますか？大丈夫です。同じぐらいです。はい。じゃあ、戻していただいて。横から上げていただいて、これのサイズは分かりますか？大丈夫です。大丈夫。そしたら、向こうを引いていただいて、体をねじる。というのと、反対側を向いていただいて。これサイズは分かります。大丈夫です。同じぐらいです。はい。で、戻していただいて、ボンキュー。はい。で、前屈していただいて。はい、OK です。戻していただいて。次、後ろ、ぐっと反っていく感じです。はい、いいですよ。OK です。そしたら、もう一回向こう、画面向いていただいて、気をつけてしまって、しゃがみます。はい、ありがとうございます。というところで、軽く、体の状態をスクリーニングしましたけども、ちょっと脇腹であったりとか、あとはですね、本当に、関節あたりとか、あとは背骨、腰痛、そういったところの脊柱の、硬さっていうところもあったので、そのあたりを中心にちょっとやっていきたいと思います。今上げてる感じでございます。その次は今からです。はい、戻してもらって次から上げてくる。はい、はい、さあ、後ろ向いていただいて、ねじる動く、これと反対。はい、裏ですね。はい、こっちで前屈。戻してもらって、最後、画面を入れていただいて、調整してしまう。OK です。
はい、まあ、ということで、実際に今、セッション前後で、投球をしてもらったんですけども、まあ、最後、投げている感じとしては、どんな感じでした？最初よりも全然、はい、肩も違和感も軽くなってるし、体重も乗ってるなっていう感じがあるかもしれない。実際、その前後の比較してみて、はい、実際、ここがちょっと違ったなっていうのがあれば。やっぱ肩の違和感と、はい、腕の振りも。はい、最初より全然触れるようになったし、体重移動も乗ってるなっていう感覚も最初より良くなったので、はい、そこが違います。あの、じゃあ最後ちょっと、今回セッションを受けてみた感想っていうのをお伺いできればなと思います。はい、受けてみて、やっぱ自分が思ってたところの筋肉も硬かったし、普段使ってる筋肉も硬かったので、その影響で肩も痛くなったので、その辺をほぐしていくと、結構また上がっていくみたいな感じで、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、例えばですと、肩周りであったりとか、周りとか、周りっていうところが、まあ、高さなんですけども、まあ、ここを柔らかくして、出力をどんどん高めていけば、パフォーマンスもどんどん上がっていきますし、怪我の予防にもつながっていくなというところで、今回はセッションをさせていただきました。でもしですね、自分も受けてみたいと、セッション受けてみたいという方がいらっしゃいましたら、アンチの概要欄に公式 LINE のリンクを貼ってますので、そちらの方からよろしくお願いします。それではですね、動画でお会いしましょう。